も今じゃありえないことですよね。本当に溶かしたよ。本当は130キロです。お前体重何キロだって。体重計はスーッと出してお前乗ってみろ。合併前の桜銀行は本当に欧米でした。お客様の債務が雪だるま式に増えていく商品の名前がスノーボール。それがスノーボールなんだ。はい、住友とだけは付き合うな。変な金融商品売ったら2チャンネルに書き込まれちゃうわけですよ。私本当ね、最初疑ってました。106億円もカジノで使えるはずがないと思って嘘だと疑ってました。実は嘘です。本当は130億です。実際に検察の調書に書かれたのが106億8000万で、うん、はい、その後戻ってきてもう少し負けたんで今130億ぐらいです。この間韓国で行って負けたのが130億4000万ぐらいですかね。昔のブログでね、106億円をカジノで溶かすのは無理だからこれはマネロンしてるに違いないって書いたらですね、前の会社の上司から電話かかってきて本当に溶かしたよってそんなこと書いたんですか。はい、もう不勉強ですね。不勉強で申し訳ございません。あの前の会社はですね、投資銀行だったので、ああ本当に溶かしたからその資金繰りで今大変だからそんなことを書いてはいけないというふうに怒られました。もしかしてバークレーズじゃないですか。なんで分かったんですか。だってバークレーズにうちの株売ってもらったんだからバークレーズなんか頼んじゃダメですよ。あの会社は株はほとんど取り扱ってなくってブロック取引しかできないようなヘボい会社なんです。知ってますけど、まあまあバークレーズの当時社長やってた中井英二っていうのが私の大学の時の同級生だったんですよ。その縁で頼んだんですけど、まあでも高く売ってくれました。中井英二が売ったんじゃなくて今でも仲良くしてますけれども、その時のチームリーダーが、うん、今じゃ日本での M&A のトップの人間になってますから、会社売りたい方いらっしゃったら言ってくれば紹介します。別に私マージン取りませんから。そこの M&A の部門の投資銀行部門にいたんです。ちょっと話外れるんですけど、投資銀行部門にいて太ったら部長に呼び出されてお前体重何キロだって聞かれて、ものすごい太ってる時期で50キロぐらいまで太ってたんですよ。全然ありじゃないですか。ありですか。私さっきも話してたんですよ、ガチムチ系、うん、はいはい、で私その時に苦し紛れで何キロかな、最近測ってないし47キロぐらいかなとか言ったんですよ。そしたら部長室なぜか体重計があって、体重計はスーッと出してお前乗ってみろとか言ってめっちゃ厳しいんですよ、バークレーズ。パワハラセクハラのコンボじゃないですか。もう私もね、ほんとね、外見コンプレックスで太りやすいから株アイドル早くやめたいと思ってやめて、それで顔出ししなくてもいい外資の投資銀行に入ったらものすごいルックスチェック。体重計に乗せられた次の日からですね、私の LINE マネージャーが部長に呼び出されて、なんだこいつこんなに太ってんだよ、ちゃんとカロリーの管理しろとか言って、ランチタイムになると私の弁当のカロリー見に来るんです。どんどん話が脱線の脱線でいいですか女性の今日の参加者の方は男性でもご存知かもしれないですけど、うん、あの川村姉妹って、だからそれが私の先輩なんです。先輩なんだ、うん、私ね、あの川村姉妹の妹さんの方は前 1,2 回ご一緒したことあるんですけど、うん、まあ確かにまあ美人なんでしょう。これ言うとちょっと深田さんのこともディスっちゃうことになるんですよ。いや、ディスってください。外資系で美人社員っていうのはね、うん、深田さんはじゃあ M&A だったらエリートですよ。あの大体債権っていうのは何かっていうと、国債だとかどっかのなんとか企業債とかを機関投資家にはめ込むわけですよ。それって結局設定要因なんですよね。いやだからね、やばいんですよ。全然知識ない人に仕組み債で買ったら地獄見るファイアボールって呼ばれてるね。ゴールドマンサックスがスノーボールを売り、メリル・リンチがファイアボールを売ったって言われる。スノーボールっていうのはお客様の債務が雪だるま式に増えていく商品の名前がスノーボール。ファイアボールはその金融商品買ったら熱くて持ってられないっていう、それぐらいの債務が膨らむね。ファイアボールはどっちが売ってるんですか。メリルだった、ね、メリルか。メリルなら自分がファイアボールで潰れましたけど、ね、そうなんですよ。私のファンの方だったらちょっと興味あるかもしれないですけど、最初の時でですね、私はあの平成4年に売上高120億円、借入金900億円、経営赤字70億円っていう名古屋パルプっていう大王製紙の子会社に行かされて、そこで苦労してこいって親父に行かれて、親父の後始末、お前が設備投資1000億もしたんだろみたいな感じだったんですけども、そうするとその時あの借り換えができないわけですよ、大赤字だから。そこでもう
本当に平身低頭、いろんなことはそのあの時のことは解けるに書いてますが、その中であのいろいろありますよ。あのでも合併前の桜銀行は本当に横柄でしたし、私が支店長になんとかあの融資継続してくださいって大阪支店に行ったらですね、もうポケットに手を突っ込んだままこうやって立って、しかも片手でこうやって名刺出しましたからね。本当に私それだけは言えないです。あの金繰りはね本当に、まあ、あと博打でもそうですから、資金繰りだけはね本当に苦労しました。本当にいろいろその中で、あと住友、私の死んだおじいさんが住友とだけは付き合うなって言って言われたんですけど、まあ結果のその桜と合併しちゃったんで三井住友になっちゃったんで、うん、でその後名古屋パルプでその私が苦労した融資、いろんな条件つけられるんですよ。あの他が出したらうちも出すとかいろんな出るって、みんながそう言うからもう3組4組になってるんだけど、そこをもう土下座しながら頼んでいって、お宅がしてくれないとって言ってやった中で、そうするとね住友はねなんて言ってくれたらするけれども、じゃあこれ変えて今の仕組み債とか、私もバカじゃないんでね、博打はバカですけど、そのちゃんとあのこれってもうノックアウト条項がついてるわけです。ノックアウト条項っていうのはですね、要するに全然うちの仕事は関係ないんですよ。ただそういう向こうが作った仕組み債を買えっていう営業なんですよね、うん、こっちはお金借りたいだけなのに、借りたうちのいくらかはそれ買えって言うんですけど、年利何パーセントでいくからどうこうって言ってるんですけど、何かの条件、例えば為替がどっちかに触れて、ね、上でも下でもいいんですけど、そこにポコンと当たっちゃうと全部失うっていう、バカらじゃねえかよっていう感じのねそれ銀行が持ってきたんですか？住友銀行。銀行そんなもの売っていいんですか？多分子会社のとかそういうのあれじゃない、証券のとかそういうのをやっぱりそうやって、だってファイアウォールがないから、その当時は30年前ですから。あ、30年前ね。うちの父もそういうのでやられました。ナショナル証券がオプションを売りに来て、1000万円でこのオプション買ったら何億にもなりますみたいなの持ってきて、父親が金ないから無理やって言ったら、その時に銀行が融資つけますから、銀行と証券会社セットで来るなんて、こんなの今じゃありえないことですよね。その時の反省っていうか、あの被害が多かったんで、うん、ファイアウォールができてそれやっちゃいけないですけど、じっくり条項を読むと、例えば円が160円の時に、円が万が一130円割っちゃったら全部失うみたいな、こんなノックアウト条項ついてるのも買えるわけねえだろ会社としてっていう、ありえないですよ本当に。そういうのを売ってたのがゴールドマンとかメリルとか、うん、バークレーズだったんですけど、まあ、私ははっきり言ってきますけど、そういった悪どい商品を売ったことはないです。なぜないかというと、本当ですか、その魅力で売ってたんじゃないですか。そうでしょ、何人泣かせましたそれ悪どいことしないです。株アイドルとして名前も顔も割れてるので、変な金融商品売ったら2チャンネルに書き込まれちゃうわけですよ。だから仕組み債を売れって言われていたんですけど、私はそういうのを全部跳ねのけてですね、負債圧縮ね、リーマンショックの後の企業が抱えてる負債圧縮をするっていう、そっちの仕事をずっとやって助けてあげた側です。なるほど。あと私は接待したことありません。バークレーズ時代にお客さんと飲みに行ったのは川村先輩に呼ばれて行った1回だけです妹さんです。あの危険な方です。でもお姉さんはね、あれで大成功してますからね。 DMM サロンで月1万円の会費で会員が1万人、月1億円ですよ。そうです。私あのサロンを始めるときに、うん、DMM から勧誘されたんですよ。でそこであのパートナーの篠原さんとも話を聞いてですね、うん、いろんなパターンあるんですよ。月3000円でも2000円でもあるし、うん、私は月9万9000円でやってるんですけどね、はい、月9万9000円で私と飲み食いしたい人がいたら、もちろん実費は別ですよ、うん、まだあと随時募集してますんで、マックス50人まで募集してますんで、今のところ30何名様いらっしゃるんで、よかったらどうぞ皆さんっていう感じなんですけども聞いてその時サロンってなんだろうっていうぐらいだったら、うん、サロンってシャンパンかよこれ思ってたんですよね、はい、聞いたら一番すごい人誰ですかって言ったら、月1万円で1万人の会、はい、月1億円稼いでるんですよ。プラットフォームが何割か取るからね、うん、でも年間10億円でしょ。いろんなねメンバーが辞めない仕組みとかいろいろあるのは知ってるんですよ、うん、あのそこに入ってる人も知ってるんですよ僕は。でも本当に才覚ありますよね。お姉さんすごいですよ。あ、そうなんだ。って私がやっぱりねバークレーズに入った時ってお姉さんの名前が業界に轟いてて、メリルから年収1億円で引き抜かれたんですよ、ゴールドマンに。だからあの時代ってみんな川村姉ちゃんに憧れてた。すみません、あの枕じゃないですよね。どうだろう、分からないですけど、枕するかな、しないと思うな。なんでかっていうと夜早いんです。多分ね9時とか10時ぐらい寝ちゃうんですよあの人たち。あとプライドが高いからサラリーマンと寝ないんじゃないかな。言えてる、分かるでしょ。今の話を解説しますと、うん、私はキャバクラ好きじゃないんですけども、武田塾の林先生とかですね、キャバクラ好きな人たくさんいるわけですよ。私本当に若い頃からキャバクラ的な店嫌いなんですけど、でもキャバクラ行く人ってなんで楽しいのって、私はキャバクラの女性は落とせないと思ってたら、いかさ
さん何言ってんのってね、うちのサロンメンバーさんでホストの人もいるんですけど、うん、本当に安いキャバ嬢だったら今月の売上があと何十万いかなきゃっていう時に、じゃあ今日30万シャンパン開けてやるよって言ったら、その代わり今日って言ったら OK とかですね、っていう中で、まあそういうすごいお金使ってる今成功してるスタートアップの人たちなんてのは何人って言ってるかっていうと、俺この間あそこナンバーワンの子月500万使ったらやれたぜとかですね、俺300万でいけたぜとかで、そういうね、ほとんどあの門番状態なんですよ。プライス扱いなんですね。私にはできないことです。私のようにハートなる人ができない人なので笑いすぎですっていう中で、考えてみたらキャバクラでお金使う人っていうのはとにかくお金持ってる人だけど、債券買ってる人ってただのサラリーマンですからね。そうそうそう、財務部長とかなんですよ。財務部長と川村さんたちが相手にするはずがないと思う。ないですね、うん、大変私今日あれ勉強になりました、うん、そうそうそう、ありがとうございます。絶対相手にされてないと思います。でもね、なんかお姉さんも過剰接待で一瞬知見に追われてて、その時にね、文春かフライデーにミニスカーピンク舞台とかで書かれてたんですけど、ミニスカート履いてません彼女ね。うん、それは彼女の名誉のために言っておきます。普通の膝丈のスカートです。お姉さんは毎朝六本木の1階の柿本アームズで髪の毛洗ってブローして綺麗な髪の毛になって出社されるんですよ。妹さんの方はだいたい朝6時に起きて8時ぐらいには会社に来てるんだけど、朝8時から9時っていうのは毎朝ミーティングなんですよ。9時になった瞬間にマーケットオープンで、私は相場に張り付くんですけど、妹さんはですねすぐにトイレに行ってそこから顔のマッサージをしてですね1時間かけてメイクするんですよ。そうすると国際部門からクレーム来るんです。あ、すいません、このこと話をしてもしょうがないです。いや大丈夫です。私は妹さんしか知らないですけども、妹さんはいわゆるスターシェフたちに人気でしたね。ということで、はい、すいません、はい、次のご質問の方に、はい、ご質問どうぞ。はい、